私に子供を殺すことなど、私は命を救う医者だ。バカな。グリシャは確かに子孫を奪い、この一家を虐殺したはずだ。過去が変わるわけがない。何をやってるフリーだ。早くその男を殺せ。子孫は無敵だ。そいつを殺せ。もうその男を生かしておくわけにはいかないよ。早く殺してよ姉さん。私たちの楽園が壊されちゃう。フリーダ、みんなを守って。姉さん。フリーダ。何をしてる。立てよ父さん。忘れたのか、何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。これは父さんが始めた物語だろう。全てを見せてくれないんだ。壁が壊されること、壊される日を、カルラの安否を。本当にこれしか道はなかったのか。そこにいるんだろうジーク。この先お前の望みは叶わない。叶うのはエレンの望みだ。何を言っている。エレンの先の記憶を見た。しかしまさかあんな恐ろしいことになるとは。シーク、お前なのか。大きくなったな。すまない、私はひどい父親だった。お前にずっと辛い思いをさせる。ジジーク、お前を愛してる。もっと一緒に遊んでやればよかったのに。ジーク、エレンを止めてくれ。